夜家帰ってたのよ、うん、でさ帰ってる途中にさ、うん、家の近くに公園があるんだけど、うん、公園ふわって見たら、うん、あの木の茂みがこうわーってあって、うん、でその下に人の下半身があったの、うん、えってなってこう、え、ちょ、え、こう茂みがあって、うん、こうなんていうのこう人の下半身がこうやって、え、浮いてんの、なんか浮いてるっていうか動かない、普通さ人がこう木の下に立ってたらさなんかちょっとでもなんか動いたりとかするじゃん、うん、でずっと見てても動かないの、あ、これもしかして首吊りなんじゃないのと思ってさ、うん、うわやべえと思って俺もうその顔見れないなと思って、あ、もう怖くて怖くて、でそのちょうどその家にいた後輩のハイジってやつに電話して、うん、ちょっとハイジ来てっつって、うん、もう人がいてちょっと俺も見れないから本当来てっつって、うん、いや僕も嫌ですよっつって、いや怖えよな、でもさその発見しちゃった手前警察とかに電話しないといけないじゃん、うん、だから呼んで、うん、でこう近寄ってったらさ、うん、近くにいたホームレスのおっちゃんがこうバーって来て、うん、あのズボン干してただけなのマジでよかったかっ、ね、なんでわかんないもん、いや暗くてでしかも近寄れないじゃん、もう顔見たくないと思ってるからよかった、もう鳥肌立った俺、うん